時間または時は時間の単位の一つである。国際単位形と併用されるが SI に属さない単位である。なお、SI や日本の計量法では単位の名称は字のみであって時間ではない。日本語では時刻については時の故障が用いられ、時間間隔を言う時は通常時間の故障を用いる。 また同じ漢字で時と読む言葉は昔の日本の時法における単位である以下の不定時法の不死を参照されたい1時間は歴史的には地球における1日の24分の1の時間間隔として定義されてきた現在は秒が時間の基本単位であるので1時間は秒の3600倍と定義される1時間は60分である単位記号の H は 1948年の第9回国際土量構想会の決議7によって定められたものである。他にアワーズなどが用いられることがあるが、国際単位系及び日本の軽量応報体系では記号 H のみが認められており、それ以外の記号は用いてはならない。各地の古代文明で使われ出した時間の分割は日の出と日の入りの間を12分割。 もしくは1日を12の2倍で24分割したものであった。12の12倍で144分割ではなかった。いずれにしても分割は12の倍数によるものであり、これは月や方角などにも用いられてきた。現在の時間の定義が定まるまで以下のように定義は変遷した。当初は日の出から日の入りまでの1、12が1時間とされた。よって、 季節によってその長さが大きく変わり、昼の1時間は夏は長く冬は短くなる。また、緯度によっても変わることになるが、人の行動範囲が狭い間はこれについては問題にならなかった。この時法を不定時法という。東アジアでは、近世まで不定時法が用いられていた。後に、下用費の1、24が1時間とされた。これにより、 季節による1時間の長さの変動は小さくなったが、それでも死体陽比の長さは季節によりわずかに異なるので、月に数度、時計を調整する必要があった。その後、平均太陽比の1、24を1時間とするようになった。これで1時間の長さは常に一定になったと思われたが、地球の時点は一定ではなく、10から8オーダーの変動があることがわかり、 この定義も使用されなくなった。以降の定義の変遷及び、1日の長さについては、秒、ウルービオ、地球の時点を参照のこと。分け、監修産業技術総合研究所、軽量標準総合センター、国際文書第8番国際単位計日本語版、36ページ。ISBN 9282222136。2016年4月12日閲覧。 表六 SI 単位と併用される非 SI 単位、軽量法別表第一物証の状態の量の、時間の乱軽量単位規則別表。第二、時間の乱ウィキソースには、軽量単位規則別表の原文があります。ありがとうございます。